皆さんこんにちは、久美子大島です。突然ですが今日は広島に来ております。ちょっと前に着いてとりあえずホテルに荷物を置いてきたんですけど、もう夕方なのでブラッと出かけて美味しそうなものがないか探そうかななんて思っております。なんで広島に来てるかとか、そういうお話はまた後ほどゆっくりできればと思いますので、まずは私の夜ご飯探しにどうぞお付き合いください。もうねお腹が空いているんででは行きましょう。駅の南側は工事中ですね。路面電車に乗ってみようかな。神谷町あたりに行きたいんだけど、どこで乗ったらいいかな。本当に無計画なんですよね今日。何も決めてなくてカープだな。というわけでなんとこのカープのラッピングの路面電車に乗ることができました。入り口と出口両方でタッチする感じでしたね。なんか路面電車って少し乗り方ややこしい時がありますよね。私も広島の路面電車に乗るのは初めてではありませんが、ちょっとね詳しい乗り方はいまいちマスターできていないような気がします。そしてこの日は気分的にザ居酒屋みたいなところに行きたかったので、飲み屋さんが多そうな場所で電車を降りまして、少し散策というかお店探しでお散歩をしました。旅先のお店をあらかじめ調べてもう絶対ここに行くって決めていくのも楽しいですけど、今回みたいにもう街を歩きながら気になるお店を見つけたらフラッと入るっていうのもやっぱり楽しいですね。雰囲気の良い焼き鳥居酒屋を見つけたので入りました。今日はこの広島の地で一人飲みです。これ飲んでいるのはお疲れさんハイボールというクエン酸が入ったちょっと酸っぱいめのハイボールをいただきました。あとこれは最近お酒を飲む時に心がけているマイルールなんですけど、お酒一杯につきお水も一杯飲むっていう、ちょっとね注文する時に面倒だしお店の人の手間を増やしちゃうかなっていう気持ちもあるんですけど、こうやってお水を一杯ごとにちゃんと飲んどくと本当に酔わないって言ったら嘘だな、酔いますけど無理なく飲めるというか悪酔いしないかなって思ってます。一つ目のお料理が来ました。これはレンコンとかぼちゃの串揚げ。一人飲みの時はいきなり揚げ物から入っても誰にも怒られないっていう気楽さがありますよね。もちろん友達と飲み食いするのも大好きですが、こういう時間もね結構好きですね。そしてお次にやっと焼き鳥っぽいものを頼みました。ささみに明太子が乗っかってるものと、あとハツですね。この明太はだいたい業務用の明太ソースみたいなのが多いですけど、ここに明太子屋さんの明太を乗せたらどんなにか美味しいだろうといつも想像してしまいます。これがまずいっていうことじゃなくてね、美味しかったですよ。美味しくいただきました。2杯目はわらむぎハイボールっていうハイボールの焼酎版みたいなものをいただいたんですけど、あんまり焼酎慣れしていなくて味が新鮮でびっくりしました。最後の締めは山芋の鉄板焼きです。定番メニューですけど美味しいですよね醤油かけすぎてますねこれね。そんなに食べてないように見えますが、まあ、お酒を飲んでることもあり結構お腹いっぱいになってきたので、この辺りでごちそうさまといたします。一力恵比寿というお店でお食事いただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと顔赤くなってる今から少し買い物をしようかなと思っておりまして、楽器屋さんと自分の買い物とお土産を今のうちに買っておこうかなと思います。まずはパルコの中に楽器屋さんがあるっぽいのでそこに行きます。っていうのもね、今回のこの旅が終わった後東京に戻ってそのままライブをするんですよギターはねお店のやつを借りると思うんですけど、ピックっていうギターの弦を弾くちっちゃな、なんていうのかな、道具みたいなものがあって、それは自分がいつも使ってるものじゃないとうまく弾けないかなって思うんですけど、私としたことがねそれを忘れてきちゃっただから1枚か2枚だけ今から楽器屋さんに買いに行こうかなって思います。ピックゲットしました。やったね。これでとりあえず安心ですじゃあまた次のお買い物に行きましょう。次のお買い物には酔いざましがてら歩いて向かいました。路面電車がある通りは道路が広々としてすごく開放感がありますね。梅雨だったんですけど天気にも恵まれて良い散歩になりました。
そして私がお買い物に向かったのは、そごうの中にありますポケモンセンター広島です。もうね、大人になって何やってんのと言われそうですけれども、私はポケモンが好きなので、旅先でその地方のポケモンセンターに行くことが割と恒例になってきております。少しだけお買い物をしたので、後でお見せします。ホテル戻りました。いつもと景色が違って不思議な感じですわ。すごいモダンで素敵な部屋なんですよね。壁の色とかめっちゃいい。あ、荷物が、ポケモンセンターで買ってきたものを見せちゃおう。1個だけですよ、1個だけ。ででん、これね、クールメタルシリーズって多分新しく出たシリーズだと思うんですけど、鋼タイプのポケモンをフィーチャーしたデザインになってて、モノトーンでかっこよかったのでこれにしました。これね、ハンカチです。開けてみようかな。お、ギルガルド。これメイン 100% だからこれにしたっていうのもあるんですけど、かっこいいね。ハッサムと、なんだこれ、ちょっと待って、クッチーとかメタグロスとルカリオですね。あー、いいですね、いいセレクトです。素敵。なんかみんな強い、みんな強いよ多分。なんか一応ハンカチとして売られてたけど、結んでも良くない。こういう使い方もいいんじゃないでしょうかね。ちょっと今ネックレスとうるさい感じになってるけど、こうバンダナ的に使っても可愛いかもね。オフィスの人。まあそんなわけでハンカチ買いました。あとね、今ちょっとポケモン GO とポケモンカードがコラボするっていうんで、ポケモン GO をやってる人にはミュウツーのカードを差し上げますっていうキャンペーンをやってて、ミュウツーもらいました。カードじゃないな、ステッカーか。これこういうのどこに貼ったらいいか分かんなくて、引き出しにこうスッて置いといちゃう。でたまに引き出し開けて、あ、みたいな。見てまたスッてしまう。どこに貼ろうかな、ちょっと考えますわ。まあそんなわけで、ポケモンセンターで買ったもの紹介のコーナーでした。いやー、それでね、今回なんで広島に来てるかと言いますと、実はね、明日弟の結婚式なんですよ。年子の弟がおりまして、兄弟仲は悪くはないかな、いい方だとは思います。なので明日は親族として結婚式に出席してきます。まあ、それでもちろん弟の結婚というのもとってもね、おめでたくて嬉しいことなんですけど、もう一個個人的な楽しみがあって、それはちょっといい着物を着れるっていうことですね。明日着る着物は確か、記憶が正しければ母のお下がりだと聞いております。超個人的でね、なんか申し訳ない気持ちもしますけどね。まあでもせっかくハッピーな場なので、いろいろな楽しみを抱えていこうかなと思っております。というわけで今回は広島デイワンということでお届けいたしました。明日の Vlog も撮れる範囲でちょっと撮ってみようかなと思いますので、また次の動画も楽しみにしていただけたらと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。